がそれほど多くなくて、トレモロが練習でき、でとりあえずレパートリーにもなるものということをちょっと考えまして、ということを行っていますが、これはね D、 これ D フォームで作った D、 そして D セブンスにするためにはこれが移動してここに来ますから、これは D フォームで作った D セブン、よろしいでしょうか。でこれ D ね、マイナーにするためには1弦を半音下げます。これが D フォームで作った D マイナーで、セブンも入れると D フォームで作った D マイナーセブンということになります。これが D フォームの変化形、 D フォームのバリエーションということになりました。でここは典型的な普通の D フォームで作った D7 の一時的にイレブンスがメロディーで加わっているってことになります。じゃあ今度ここも見てください。こうやって見せられると、今ね見せられたこの形が見えます。自動的に人差し指の守備範囲であるというふうに指が自動決定されますね。7、8、9、10の 第7ポジションで、最後の拍で小指を離して中指を一弦にコンバートするという流れになってます。だから使う順番でこう入ってくる練習をしてください。42小節目のトレモロに入っていく流れになります。で、ここからトレモロです。ゆっくり弾きます。まず第5ポジションに置いてください。5678に置いて、人差し指を2フレット分拡張していきます。で当然人差し指が方向でいうとこっち方向に欲しいわけですよね。それなので第5ポジションからこういうことを行って人差し指を伸ばしてくる。で、より一層こうしないと人差し指が届きづらい。